太陽塔に就航させて発電している様子。ヘマソラールは、スペインにある、商用の、タワー式太陽熱発電所である。ヘマソラールはスペイン語、ゲマソーラー、太陽の宝石という意味である。2011年10月4日解説。イベリア半島のアンダルシア州セビリアの郊外にあり、ヨーロッパの中でも温暖なサンベルト地帯に位置する。コルドバからセビリアへ、E05 号線。 スール自動車道で 90km ほど進むと、車窓右手に本発電所を望むことができる。185ヘクタールの発電所用地に設置した2569個のヘリオスタットを用いて、高さ 140m の中央塔に就航させて、発電を行うタワー式対応熱発電を採用し、タワー上部にある受工部における溶融自の温度は、摂取565度以上に達し、 タンクを用いた蓄熱によって日光のない状態が約15時間までであるならば気力発電が可能である。太陽光線が最も効率的にターに集中する、要20秒ごとに反射板の向きを変えている。太陽光より集めたエネルギーを熱源にタービンを回転させて発電を行う。出力1 9 9 0 0ット。 年間1億1000万キロワット時の発電量で27,500世帯の電力を賄う。本発電所には18カ年の返済計画で2億ユーロが投じられている。なお事業者であるトレイソルエナジーはスペインの大手エンジニアリング企業であるセネルが60%の出資をしたほか、外資系ではアラブ首長国連邦アブダビのマスタールより40%の出資を受けて、 設立された合弁会社である。ありがとうございます。